二人の男たちの話です。火化落葉という言葉をご存知でしょうか。世の中は移り変わりが激しい。花は風に散り、葉はいつか落ちてしまう。では友情はどうか。それでは20年後の世界へとご案内いたしましょう。20年後、巡回の警官が通りを歩いていた。なかなかの押し出しで進んでいくのだが、身について歩き方というだけで、これ見逃しの態度ではない。ろくに見る人もいないのだ。やっと夜の10時とはいえ、雨気を含んだ風が冷たく吹きつけ、ほとんど人通りは絶えていた。特に変わったことがないか、括弧の様子を見ている。手にした警棒の先をくるくる華麗に動かして歩きながら、静まった道筋に油断なく目を配ることも忘れない。がっしりした体格の警官が幾分凄みを聞かせたように足を運ぶところは、治安を預かる姿として立派な絵柄になっていた。この界隈は店じまいが早い。ちらほらと証が見えるのは、タバコ屋か終夜営業の軽食堂だろうが、大方の店舗は塔に塔を建てていた。とあるブロックの中ほどで警官は歩測を落とした。真っ暗になった金物屋の戸口に男が寄りかかっている。加えた葉巻には火をつけていない。警官が近づくと男から先に口を聞いた。何でもありませんよ。ただの待ち合わせでしてね。20年前からの約束なんですが、変な話でしょうかね。怪しいと思われても嫌なんで、何でしたら訳を申し上げますよ。今となってはそういう昔のことですが、ここはレストランになっていました。ビッグジョー・ブレイディなんていう店でね。そうだったな。5年前に取り壊された。戸口の男はマッチを吸って葉巻に火をつけた。色白な角張った顔が暗がりに浮いた。目つきが鋭い。右の眉あたりにちょっとした傷跡が白く見える。ネクタイピンには取ってきたように大粒のダイヤが乗っていた。今夜でちょうど20年になるんですよ。ここにあった店でジミー・ウェルズという男と食事をしました。えらく気が合う仲間で、あんないいやつは世の中にいやしなかった。どっちもニューヨークの土地、これね、兄弟みたいに育ったんですよ。私は18で、ジミーは20だった。私だけは次の朝に西部へ立つことになっていました。一旗あげようなんてつもりでしたよ。ジミーのやつはどう引っ張ったってニューヨークから連れ出せやしない。ここでしか生きられねえと思っていやがった。まあしかし、その晩の約束できっちり20年経ったらまた会おうってことにしたんですよ。どんな境遇になってどんな遠くへ行ってるか分からねえが、それでも必ず会うことにした。20年も経てばどうにかいっぱしのものになって、それなりの財産もできてるだろうなんてね。なるほど、面白い。それにしても20年とは間が空きすぎのようだ。別れてから消息はなかったのか。まあね、しばらくは手紙の行き来ぐらいありましたよ。でも1年か2年でどっちからも居所がわからなくなった。西部といったっていささか広うござんすからね。そこを飛び回って暮らしてたんで。だけどもジミーだったら、生きてさえいれば会おうとしてくれるに違いない。そういうやつなんですよ。あれだけ当てになる男はいないんだ。忘れるはずがない。私は1000マイルの旅をして今夜こうしてここに立っているんだが、昔の仲間が来てくれればそれだけで報われるんですよ。待っている男は懐中時計を取り出した。大した品物で蓋には小粒のダイヤをあしらっている。あと3分で10時。
レストランの前で別れたのがきっかり10時だった。で、西部ではうまくいってたのかい？そりゃもう、その半分でもジミーがやっていてくれたらいいと思いますよ。あいつはね、いいやつなんだが、あんまり容量は良くない。私なんか、人の稼ぎにまで手を出すようなこすっからい連中と張り合ってたんだ。ニューヨークにいれば型にはまることを覚えるが、カミソリみてえに研ぎ澄まして生きるならセーフですよ。警官は一歩二歩と行きかけた。じゃあ、俺は行くぞ。ちゃんと来てもらえるといいな。客待ちがきっちりでしまいかい？そうも行きませんや。30分は待ってやります。生きてさえいればそのぐらいで来るでしょう。じゃあ、ごめんくださいまし。では、失敬。そう言って警官は見回りを続け、町の戸締まりを確かめていた。冷たい小雨がぱらついてきた。さっきまでは吹いたり止んだりの風がだいぶ勢いを増していた。わずかに残っていた通行人がコートの襟を立て、ポケットに手を突っ込んで陰気に押し黙った急ぎ足になっている。金物小屋の戸口ではバカバカしいほどに曖昧な約束を果たそうと1000マイルの距離を旅して若き日の友に会いに来たという男が葉巻を吸いながら待っていた。20分ほども経ったのか、街灯の襟を耳まで立てた長身の男が小走りに街を渡ってきた。待っていた男に包むと近づく。ボブだろうな。ジミー・ウェルズか。こりゃありがてえ。後から来た男も大喜びしてしっかりと手を取り合った。なるほど、ボブだ。間違いねえ。生きていてくれりゃここで会えるんだと思ってたぜ。いやいや、20年だ。長かったな。昔のレストランもなくなったようだが、惜しいことをした。もう一回リナを奮発したかったじゃないか。セーフじゃどんな塩梅だった？おお、合理なもんだ。思い通りさ。ところでジミー、ずいぶん変わったようだな。こんな背格好だったか？2インチや3インチは違うようだが。ああ、20歳を超えてもまだ伸びた。ニューヨークでうまくいってるのか？ぼちぼちとな。これでも市に勤めてるんだぜ。まあちょっと付き合ってくれよ。馴染みの場所があるんだ。ゆっくり昔の話でもしようじゃねえか。二人の男は通りを歩き出した。西部の男は名誉心をくすぐられて今までの巧妙を語りたくなっている。街灯にすっぽりと身を包んだ男はその話に聞き入った。街角にドラッグストアがあった。電灯が店先を明るくしている。光の範囲に踏み込んだ二人は同時に顔を見合わせた。西部の男がピタリと足を止め、組んだ腕を振りほどいた。おい、ジミー・ウェルズじゃねえな。いくら20年と言ったって、鼻の形まで変わるものか。わし鼻がすしっぱなになるわけがねえ。いいやつが悪いやつになることはある。シルキー・ボブってのはお前だな。10分も前から逮捕されてるんだぞ。こっちへ立ち回りそうなことは、シカゴから連絡があった。そういった話を聞きたいそうで、すぐ来られたしっていう電報だから、おとなしく言うことを聞くよな。その方が身のためだ。とりあえず署へ行く前にこういうメモを渡してくれって頼まれてる。ちょうど今明るいから読んでみちゃうと。ジミー・ウェルズ、ウェルズ巡査が書いた。西部の男は渡された紙幣を広げた。新聞
かりと手に持って読み始めたが、読み終わる頃には手が小刻みに触れていた。文面は短いものだった。ボブ、約束の時間通りにいたよ。お前が葉巻にマッチの火をつけたんで顔が分かった。シカゴで手配されたな。と言って俺にはできそうもないから、一旦引き上げてその私服の刑事によろしくと言った。ジミー、